テヘレット？この数なら問題ない。暴風によって列車 GT23165 との通信は途絶えてしまいました。当駅においても暴風の影響は深刻です。現在は通信の復旧を急ぎ、応援の到着を待っているところです。それにしてもお嬢さんにまた会えるとは、ご無事で本当に何よりです。駅長さんも無事で本当によかった。マンガンもすっごく喜んでるみたい。あ、そうそう、今回はこの子も一緒なんだ。地球から来た調査員さんだよ。それはそれは、はじめまして。地球からのお客様にお会いするのは何年ぶりでしょう。イエンド、よろしく。
イエン？私の名だが。あ、そういえば自己紹介もしてなかったね。私は B、 改めてよろしくね。線路の向こうから来たということは、あなた方もあの列車に乗っていたのですか？うん、その駅長さん、実はあの列車は暴風に襲われたのですね。実は先に教えてくれた方がいたんです。その方も列車に乗っていたようで、ちょうど薬を彼のところに持っていくところです。あなた方もお一つどうぞ。今後役に立つことでしょう。これは惑星アリンドの薬品ですね。地球人が服用後に急死する確率は 0.13% ほどで、言えん、待ちなさい。駅長、先ほどの暴風に巻き込まれてモーターレイが壊れてしまったのだが、修理できるものに心当たりはないか、あるいは修理道具を借りることができないだろうか。そうですね、この星では何をするにも安定的かつ強い原子流速が必要になります。私のような老人はそこまでの原子流速を持っていません。しかし満潮湖の集落には機械に詳しい青年がいるはずです。地球の乗り物でも修理できるかもしれません。ここからレールに沿ってまっすぐ行った先に満潮湖の集落があります。満潮湖、奇遇だね。私もそこに行こうとしてたの。ただ申し訳ないことに、当駅の列車は全て運休中ですから、私のビークルゼオライト号を使ってください。私のゼオライト号はあなた方を目的地まで無事に送ってくれるでしょう。問題はゼオライト号の起動機がある駅の2階は今。大丈夫、私たちで何とかするよ。マンガンはここでお留守番、私と調査員さんの2人で行ってくるから、駅長さんのことよろしくね。いいね。グリー、なんだ。駅長さんが言ってたもう一人のお客さんかな。大丈夫？
攻撃こそ最大の防御。これは何だ？この中から現実の流れを感じる。多分この駅のコントローラーじゃないかな。私たちにはあまり関係ないものだと思うけど。開始。これが起動機だな。よし、駅長さんとマンガンのところへ戻ろっか。
らで間違いありません。これを使えば駐車場にある一番大きなビークルゼオライト号を起動できます。ゼオライト号なら満潮湖まではあっという間でしょう。お気をつけて、レールの再起動は私にお任せください。準備完了。このビークル本当に使ってもいいの？ええ、もちろんですとも。こいつもあなた方と一緒の方が嬉しいでしょう。駅長さんは？よければ一緒に行こうよ。残念ですが、私はここを離れるわけにはいきません。私の仕事はお客様の旅を支え、ご無事をお祈りすることですから。助力、ありがとう、駅長さん。
おや、あなたも出発されるのですか。果たすべき約束があるんでな。ではお客様も行ってらっしゃいませ。人は誰しも一本の川、それぞれ流れ行き着く先があるか。私たちの目的地は満潮湖、正確にはそこにある集落だよ。あ、でも到着にはまだ時間がかかるから、調査員さんはそこのベッドで少し休んでて。あれは調査員さん、調査員さん起きて。睡眠時間は1時間15分、ノンレム睡眠は13分以下と計測。